どうもサーフゲームの肉のメガネです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、以前からね、言ってたんですけれども、フロロカーボンがもう入手しづらいよっていうお話、村田はじめさん曰く、フロロカーボンの原材料というのが日本国内にない、日本で生産してないと、海外由来だと、もう 100% 海外から原材料を仕入れて、フロロカーボンを作ってるんだけれども、いろいろな事情があり、その日本国内にもうフロロカーボンの原材料がありませんということで、フロロカーボン3月の1日から値上げするよみたいな話があるよっていうのを確か2月頃動画上げたと思います。本当なのかなということで、3月からちょくちょく釣り具屋さんを見ていましたけれども、売ってない、フロロカーボンが売ってない。買ったことないし使ったこともないんだけど、シガーっていうのがあるんですよね。シガーっていうなんか高性能フロロカーボンですか、一応よくわかんないけどね、よくわかんないけど、それがねめっちゃ高いんですよね。めっちゃ高いけど、それは置いてあるんだよな。置いてあるっていうか、多分売れ残ってるだけだと思うんだけど、売ってない。ショックリーダーなんか50メートル巻きぐらいのあるじゃないですか。500円600円ぐらいで今まで売られてたものが店頭に置いてないということで、いよいよ来たなと。ナイロンライン、ナイロンショックリーダー時代が来たなと。いやー、まさか、まあ、多分そういうウクライナ侵攻的なものもあるのかもしれませんけれども、そういうね、余波が、影響が魚釣りの世界にまで飛び火するとは思っていませんでしたね。フロロカーボンのショックリーダーが買えないということで、もういよいよナイロンラインを、ナイロンラインをショックリーダーに使わなきゃいけないのかということで、私以前ナイロンラインをショックリーダーとして使ったことがあるんですね。これまあ過去動画にもね、過去動画でも言ったんで、もう繰り返しになっちゃうんですけど、まあこれ紐ね、紐、これがあれするじゃないですか、リーダーとするじゃないですか。私いつもやってるのはこうやって、8ノットにするんですよ。こうやって、こうやって、こう8ノットね。これちょっと今軽くあれですけど、こうやってですよ、ショックリーダー、フロロね。でスナップに小さいな、スナップにこういうギュッてこう締め付けて結束する、要はそのクリンチノット、ジュニノットみたいな感じじゃなくて、こういう感じ、こういう感じ、スナップに対してこういう感じで結束してる。結束って言わないか、これ、まあ、こう縛り上げてるっていう感じですかね。こういう感じでいつもやってるんですよ。フロロカーボンのショックリーダーとスナップの結束。なんでこうするかっていうと、これを緩めるとね、また使えるじゃないですか。また連続調光、連続調光で使うんですよ、ショックリーダーを、っていうやり方を私はしてるんです。でこれを何回かやってるとこういう癖がつくんですよ。フロロカーボンでも、腰があると言われているフロロカーボンでもだん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 こうやって癖がついてくるんで、癖がついてきたらこの
コブ結び目を直近コして、でまたここで8ノット貧乏くせえこんなことしてる人いんのかね、こんなことしてこう また8ノットしてまたっていうね、あのやり方してるんですけどもね、まあ、ね、それでも結果出してるから、別に魚釣りなんてね、個人のあれだから、個人の自己満足だから、別にこれはこれで別にね、一つの手段としていいんじゃないかなと思うんですけれども、これをですね、やっぱフロロカーボンって高いじゃないですか、ナイロンに比べたら。だから、一時期ね、これをナイロンでやってた時があったんですよ。そしたらですね、ナイロンラインで、この、8ノットを組んでですね、いつもね、こう、8ノットを組んでやるとですね、3回とか4回とか、1回の調光時間が、まあ、2時間、3時間として、3回、4回やってると、これがね、切れるんですよ、キャストしたときに。このところが、この小分のところがプツンって切れて飛んでっちゃうんですよ、ルアーが。何個ルアーをローストしたことか。それを何回か経験してから、あ、もう絶対ナイロンラインをショックリーダーに使うのはやめようと思って、ずっとフロロ使ってたんですけども、冒頭にも言いましたけれども、フロロカーボンが手に入らないと、もうショックリーダーはナイロンを使わなきゃいけない時代に突入したということで、どうなんだろうと、これ何が原因なんだろうということで、ちょっと動画にはね上げてませんでしたけれども、ナイロンラインをショックリーダーにして連続調光をしてみました。その結果ですね、その結果あれです、コブが弱くなるなと。ナイロンラインを8ノットにして、こうやってスナップに、こうね、こういう形で、結束というかね、連結して投げると。で、今まではずっと、これね、この8ノットからできるこの輪っか、これをそのままずっと使い続けたら、まあ、3回4回やってると切れてたんですけども、今回は釣り1回の調光が終わったら、この結び目の部分、ここ直近こして、でまたその先から8ノットを結び直してっていうやり方をやった結果、切れない、このコブが切れないっていうことが判明しました。ということはどういうことかっていうと、このナイロンラインで8ノットして、こういう輪っか作って、でこれでスナップでこうね、スナップとくっつけて投げた時に、だんだん投げてるうちに、このコブのところが弱くなってくるっていうのが分かりました。ラインが、私はてっきりね、このラインが弱くなってんのかなと思ったんですけど、そうじゃないみたいですね。このコブのところが弱くなるみたいですね、っていうのが分かりました。だから最初にラインシステムを組む、で PE とナイロンのショックリーダーを組む、その時にですね、ちょっと長めに、一般的には多分矢引きっていう、こう弓矢をこうね引く、あの姿勢の長さ、どれぐらいだろうな、何メートルって言われますよ、それ人によるけどね、人の体格にもよるから、矢引きって言われてもね、実際何メートル何センチって言われても困るんだけど、まあ、ちょっと長めにリーダー取ることによっ
て、はい、釣り、この日釣り終わりました、はい、直近、はい、釣り終わりました、直近っていう、こう、まあ、何回かやれる長さを最初に取っておくことによって、そのラインシステムを組み直す必要がなく、同一のね、はい、FG ノットでもね、こんな何でもいいですよ、何ノットでもいいですけど、 PE とショックリーダー、ナイロンショックリーダー組みました、毎回ラインを組む必要なく同じと、ダメージがなければね、このなんかザラザラな傷が入りましたとかそういうのがない限りは、同じ糸で、ナイロンラインでも連続昇降できるなというのが分かりました、私の、研究の結果ということで、いつね、そのフロロカーボンがまたね、通常の値段で販売されるか店頭に並ぶか分かりませんけれども、年内はあれでしょうね、ナイロンラインを使うことになると思います、ね、ですから皆さんね、ナイロンラインを使うときは、まあ大体皆さんあれですよね、クリンジノットとかユニノットでやると思うんですけど、私みたいにセコセコアングラーみたいに、釣りが終わるたんびにちょっきんこすんのが嫌だから、こうやってね、8ノットで輪っか作って、こういう感じでやる人ってあんまりいないと思うんですけど、この場合だとダメです、ナイロンラインはダメです、ね、ちゃんと、まあ、やるんだとしたら、こう一回釣りが終わるたんびに、このコブが弱くなりますから、連続昇降でコブが弱くなるんで、ここを直近越してもらって、また輪っかを作ってもらうと、まあ、ユニノットクリンチノットでもね、別にいいですけど、ということで、ナイロンラインでも十分直リーダーとして、使えるんだなということが分かりました。ちなみにですね、ナイロンラインはナイロンラインでも、パッケージにですね、ショックリーダーって書いてあると、なんかショックリーダー用ナイロンですみたいな、あるんですよね、商品が。そういうものはなんか途端に値段が高くなる。だから別にそういうのじゃなくて、今回私がショックリーダーとしてね、使ってたナイロンがですね、なんかいっぱい巻いてあるじゃないですか。これ なんていうんですかね、これなんかボビン型っていうんですか、よくわかんないんだけど、私使ったのはこちら、ダイワさんのジャスロンっていう商品名ですね、高強力ナイロン6号です。6号、直径が 0.405mm です。6号のナイロンを使って、ちょっとね、調査したんですけども、全然切れないです。40g のメタルジグとかね、 30g 後半のシンキングペンシルとかもうガンガン投げてたけど、全然切れることはなかったです。ですんで、まあ大体どうなんだろうね、みんなどれぐらいの太さのショックリーダー使ってるのか普段ね、わかんないですけども、まあ6号あれば十分かなと思います。ただあれはどうなのかな、なんか最近ダイソーでショックリーダーナイロンってのが売ってるんですよね。あれはちょっと怖いなと思って、ダイソーの100円商品のショックリーダーに2000円とかね、シンキングペンシルするでしょ、サーフの新ペン2000円、ダイソーのショックリーダーに2000円託せねえなと思って、あれはちょっと手出してないですけども、まあ別に普通に釣り具屋さんで売ってる
まあ、台湾なら台湾でも別にいいし、あとはサンラインとかね、まあ、いろいろメーカーあると思うんですけれども、うん、まあ、ある程度の太さのショックリーダ ナイロンラインですね、使っていただければ、別に、まあ、ナイロンのラインがなくても、ショックリーダーとして活用できるよ、というお話でした。ね、まあ、どうなんだろうな。私はできればナイロンじゃなくてフロロ使いたいなって思ってるんですけれどもね、またいつの日かフロロカーボンが安定供給される日を心待ちにしながらナイロンライン使っていきたいと思います。今日はそんなところで、バイバイ。